山さん、これはどういうことでございましょうか。はい、実際にですね、もう、尖閣諸島をめぐる問題では、中国の出方、中国は、海警局の動き、はい、もうこれは現実には宣戦布告に等しい事実上の、はい、事実上にですね、はい、もう、中国は新しい法律を作りまして、はあ、ターゲットは明らかに日本なんですね、うんうん、もう日本を視野に入れて、はい、かなり過激な法律を作ってきた、はい、これはもう宣戦布告であると、ね、考えるべきだと思います、はい、では山田先生のご指摘の法律とはズバリこのことですよね。参りましょう、どうぞ。はい、2月1日に施行された法律、海警法でございます。中国海警局が中国の意に反する外国の機関に対し武器の使用を含むいかなる手段も行使することを認めたということなんですけれども、はいはい、まずですね、この法律、武器の行使、あえて法律に定めなくてもですね、今までフィリピンやベトナムにはしてきたことなんですよ、はい、そうですね、常に、はい、ベトナムでは確か人間に対して、砲撃して、はい、何十も殺しましたよね。船体をぶつけて沈めることもやってきましたし、はいはい、フィリピンも、フィリピン側の、強引に、構築物を全部占拠するようなことをしてきましたので、あえてこれが法律が必要になってきたのは、次のターゲットが今までフィリピンとベトナムとは違う国際法に基づいて法と秩序を訴えてくる国に、要は日本に対して向かっていくためにはまず、自国の国内法の整備というのが必要だった。明文化すると。明文化すると。大義名分を作ってから、襲いかかるという段取りになってきたんだと思います。よりによってアメリカのバイデン大統領就任式の日に発表したということもね、そうでしたね、その日でしたね、大変、極めて注目すべきことですが、先日ご出演いただいた際も山田教授からのご指摘がございましたが、本日はこの中国の法律をめぐってまだ何もできてない日本の法体系も含めて深掘り解説をお願いしたいと思います。法律的な側面から、弁護士の北村春夫さんにも加わっていただきます。ではそもそも日本の海保の船と中国海警局の警備船には大きな差があるんだというところから認識してまいりましょう。山田教授のご指摘がこの違いです、どうぞ。左が日本の海保の巡視船ですね、はい、はい、これは海上保安庁がですね、沖縄石垣島にですね、尖閣専従部隊、はい、尖閣を警備するための専従部隊を作っているんですが、この1000トン級を中心にですね、平均でだいたい6隻ぐらいが対応してるんですね。全部で10隻持ってまして、12隻分の動きができるようなクルーの配置をしてあるんですが、プラス周辺にだいたい3000トンぐらいの船がうろうろしながら警備をして、うろうろって取り巻くような形で警備をしているんですが、主要な武器というのが20ミリ機関砲、はい、これが有効射程が2000メートルなんですね、で速度を出すためにアルミ合金でできている、船なんです。大体船に30人ほどのが乗っているタイプなんですが、軽量を、目指して、で中国側と言いますと、今大体5000トン級を主力にしまして、3000トン級を2隻つけ、1000トン級をつけ、4隻がワンクルーで、一体で来てます。チームですね、はい、で30ミリ機関砲と射程距離が3000メートルと、これわざと本来はもっと大きな方を積める船にも30ミリ機関砲にしてきてるんです、これは武器比例20、30一緒だろうと、わざわざ30ミリ機関砲、見た目は同じぐらいの武器に合わせて、でも実際には 1.5 倍の射程距離を持ってるんですね、で何よりも違うのは、中にいるのはほとんどが元軍人です、はい、あとは軍人からの転籍組 で、で日本の船が30人多くても50人程度のものに比べてもう100人、はい、150人の人間が乗っていると、でそれがいつも戦う訓練をしてきた軍人たちが乗っているという違いがあるんですね、もう全く異質なものが洋上で睨み合っているとお考えいただきたいと。まもなく1万トン級の船が就航するということですね、はい、この上さらにですか、海保の海上保安庁の日本の方はこれ脅威ですね、本当に危険な状態であると。危険ですよね、はい、誰が一番知ってるかというと海上保安官がもう威圧してくるので、それは力を見せてきますので、おまけに装甲が鋼鉄製、はい、しかも、ごめんなさい、大昔ですね、竹島が取られた時に、その竹島に海上保安庁の船が抗議に行った時に、
もう向こうの軍人にボコボコに撃たれて、はい、海上保安庁の俺が穴だらけにされたことありましたよね。竹島もそうなんですが、はい、もっと2001年に北朝鮮の工作船が来た時も、はい、もうボロボロの船に打ち込まれて、はい、まあ、船体がほぼ破損する、はい、その時3人の海上保安官が怪我した、うん、それまでですね、実は海上保安庁の船って防弾仕様になってない船もあったんですよ。あ、なるほど。それで3人が怪我してようやく、まあ、怪我が良かったですよね、はい、下手したら当たるところだったら死んでますよね。ロケットランチャーを撃たれてるので船が、はい、に当たればもう沈んでる、あ、至近距離で撃たれてますんで、うわ、そういう意味で言うと本当に海上保安官ですね、今まで戦う訓練というのはしてないんですね。そうですね、本来海上保安庁というのはいわゆるその密漁の取り締まりとかね、そういうようなことをやってましたから ね、はいはい、長いことね、軍としての組織ではないわけですからね。強力な武力に加え海警法まで施行させた中国、しかし日本の海上保安庁を定義する法律の面でですね、全く対応できてないということなんですが、それがこちらです。どうぞ。海上保安庁法の第25条によりますと、この法律のいかなる規定も海上保安庁またはその職員が軍隊として組織され訓練され、または軍隊の機能を営むことを認めるものと、これを解釈してはならないとなっているんですけれども、これは山田先生、この法律というのは海上保安官がですね、非常に大事にしている法律なんですが、あ、そうなんですか。ただ違和感ありますよね。我々は 軍人ではないということを強く言ってるわけですね。はいはい、まず自衛隊ができる以前に海上保安庁できてますので、その時に作られていて、はい、また実際にこうしたのは米アメリカの意図ですね。なるほど。この強い国に、精神力を持った国に、海上警備機関を作った時に脅威になり、はい、下手したら日本海軍が復活したらいけないということで、はいはい、もうお前たちは軍人ではないんだと、はい、いうこと、もう徹底的にそれを教育するためにこの法律を作って、まあ、軍事的な行動、またこれを法律の海上保安官が非常に重要にするのはですね、朝鮮戦争の時に海上保安官がですね、総会処理に行って一人戦死してるんですよ、殉職、はい、それも影響もありまして、はい、この法律というのが海上保安庁の中で非常に重視され、ただ軍隊という言葉自体に違和感があるのと、組織されっていう、それありえない、もうすでにありえない話なので、この法律は文面あるいは内容自体全面的に変えていくべきなんではないのかと私は考えてるんですが、うん、そうですね、なんかこう戦後のいわゆる軍隊アレルギーがそのままこの昭和20年代の、空気を残してる感じですね、はい、文章全体がね、はい、我々は軍人じゃないんだ、はい、もう訓練なんかしないんだ、はい、平和の人なんだというような、そういう主張が見えますね、はい、この法令にはね。実際にこの法令があるために、海上警備行動が発令されて、自衛隊と一緒に動くときに、はい、自衛隊との行動に伴にすることを海上保安庁が嫌がる、はい、そして海上保安庁は違うんだと、一斉に同じ行動は取れないと、はい、いうことを言いますし、それをそういう流れに持っていこうとする、勢力も、政治的勢力もあると。で、確か海上警備行動が初めて発令されたのは1997年ぐらいですかね、能登沖ですね、ですね、はい、北村さんは法律的に、いやでもあの時あれですよね、僕はその能登沖の海上警備行動発令された時ですね、思ったのは、いやこれまでだったらこんなこともできなかったよねと、はい、あれが戦後初めてですからね、ですよね、はい、空気はだいぶ変わったなとあの時見てて思ったんだけども、はいはいはい、しかしこの法律がずっと生きてて海上保安官の意識をずっとこう束縛してるというか、強く拘束してるとすれば、はい、これはしかしそもそも職務との、つまり領海を守るということで言うと、はい、これではとても守れないですよね、はい、そもそもですね、海上保安庁には領海警備という発想がなかったんです、はい、そういうことですよね、はい、今実態と乖離してるってことですか。実態乖離してしまったのが、その象徴がこの法律だと思うんですね、しかしですね、これに対し2月17日、つまりその海警法が発表されてから2月17日、海上保安庁の奥島隆弘長官は記者会見でこのように発言されています、見てまいりましょう。どうぞ。国際法上許容される範囲で海上保安庁法第20条第1項で巡洋する
警察官職務執行法7条の要件に該当する場合には警察比例の原則に基づき武器を使用することは排除されないと認識と。これは山田先生いかがでしょう。もうかなり苦しい発言なんですが、この奥島長官というのは非常に人物的にも優れた男で、はい、私の座って海賊対策もずっとやってきた人間なんですが、尖閣機の中国との対峙も現場で、やってきた人間なんですが、うん、はい、なかなかこういう発言をせざるを得ない、うん、まあ、実際にやれるんだと言っていてもですね、あくまでもですね、これを文面を解釈していくと、はい、やはり武器比例になってきて、あるいはもし日本の国内法で言うと、撃ってこないとなかなか対応できないと、先生先に撃ち込むということはできないですから。そうですね、だって日本の、これ警察比例の原則に基づくとやってますけど、日本の警察官もなかなか銃撃てないですよね、はい、本当に撃てないですよ ね、 威嚇発砲も、ね、相当ためらわれますよね。そうなんですよ。でこれはね、またちょっと話がずれますけども、昔からね、その日本の警察官は非常に凶悪なに対して、これを撃たないと自分も危ない、あるいはその一般の市民が危ないということで、こう銃を何度か撃ってその犯人を射殺した事例があります。その時にですね、日本のメディアがもうその警察官あるいは警察をもうガンガンに叩くわけですよ。これは行き過ぎやと、これはやり過ぎやということで、ほんでさらに、日本 の、 その人権弁護士がですね、彼をその警察官を殺人罪でこう告発して訴えたりするんですよ。で結局その警察官はですね、何年も何年もその裁判でこう苦しめられるんですね。でそういう事例が過去いろいろあったもんですから、もう、だん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 警察官は武器を使用できなくなってくるんですよね。もう武器を使用したまで変なことなのかなとか、俺の人生大変なことになるなということで、ほんでまあそれだから今回ね、その警察比例の原則に基づきになってますけど、はい、これそういう例を考えてみると、この海上保安庁の人たちがですね、その他国、まあ、中国ですね、対して銃を撃つというのは、これものすごいハードルですよね、高い。いや正直言って訓練もですね、実際にそういう訓練もあまり場がないわけですね、想定もされてない中で、特にその引き金を引いた時に戦争にもなりかねない、覚悟できるかということと、その現場での判断を求めるだけの訓練ができているかというとかなり疑問なんですね。先生の司令官がね、そこまで撃てって言えませんよね、はい、そこでしょうね。ではその海上保安庁法第20条第1項で準用する警察官職務執行法の7条というのを見てみましょう。どうぞ。警察官は犯人の逮捕もしくは逃走の防止、事故もしくは他人に対する防護、または公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において武器を使用することができる。ただし刑法第36条正当防衛もしくは同法第37条緊急避難に該当する場合、または左の各号の1に該当する場合を除いては人に危害を与えてはならない、こうなっております。もうこの文章を読むだけでまずは何にもするなと言われているようなもんで、もうそこと、もうハードルは高く上げてますよね。部下が一人撃たれない限りには、まず上官は撃っていいとは言えないようなルールになって、実際にはそうですね。これ理屈上はですね、理屈上はその、正当防衛っていうのは、例えば相手がこちらに拳銃を向けてくれば、これいつ発砲されるか分かんないんで、脅迫の、脅迫性の侵害があるんで、これ撃ってもいいというのは理屈上は言えるんですけども、ただ実際の運用上、なかなか厳しいですよね。そうですね、正当防衛で本当にこう裁判を鬱陶しいですからね、鬱陶しいというのは変ですけど、先ほど言ったら脅迫不正、そしてそれ以外には身を守る方法がない場合においては、その正当防衛が認められるという、非常にややこしいですよね。そうですね、瞬時に判断するのは少なくとも、この、犯罪にいつも向かっている警察官 とは違って、この海上保安庁の職員という海上保安官という立場で考えると、これを瞬時に判断してそのというのは非常に
難しいですね、うん、難しいですね。自衛隊員でも難しいですからね、はい、難しいですよね、はい、だからむしろその領海を侵犯されるそういう危険がある場合には武器を使用していいんだということでないと、これ判断できないですね、はい、特にですね、例えば北朝鮮の工作船一隻を追いかけてた時は時間的な余裕があって、まあ、政府まで上げての判断を求めるということができたんです、はい、今常に中国船が近くにいるわけですね、はい、急に襲いかかられた時に動き出せた時にもう全く判断はつかないという可能性があると、はい、能登沖の事件もその北朝鮮の、まあ、これはもう不審政府ですから、まあ、ほぼ北朝鮮で間違いないんですが、はい、北朝鮮の船をずっと追いかけていって、はい、で発見して追いかけていって、その結局その国会、内閣にそれが通達があって、それが、海上警備行動が発令されるのに確か12時間ぐらいかかってるんですよね、うん、その時に初めて海上警備行動が発令された初めて威嚇射撃が認められたんですよね、はい、だからそれまではだから、はい、その12時間間ずっと追いかけてて威嚇射撃もできなかったんですよね、はい、内閣が、威嚇射撃をしてもええというそのあれが、はい、だから本当撃つとなってくると当然、まあ、この間シン・ゴジラになりましたけどね、撃ってもええんかって、その時にその防衛大臣に行って、で防衛大臣が総理大臣に撃ってもいいですかって、ね、もうすごい段階いますよね、はい、だからおそらくこれ実際にその領海でこれもう撃たなしゃあないと思っても、うん、撃ってもいいかどうか聞けってことになりますよね、はい、しかもあれですね、例の海上保安庁の巡視船にこうぶつかってきた漁船がぶつかってきたケースありましたね、あの時も思い出すと、はいはい、直ちに向こうは中国側は巡視船が漁船にぶつかってきたんだという主張しましたよね、はい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 、つまり事実と正反対の主張をしてきましたね、はいはい、でそういうことは常に考えられるわけで、はいはいはい、となるとどうしても慎重にならざるを得ませんよね、はい、そうですね、相手は必ず嘘をつきますんで、はい、ということもあるな、まあ、実際にはその映像を政府に送って外務省にまで確認取って、はい、内閣判断を確認取って、うん、それで号が出る、はい、もうその時間的な余裕はもう今与えられてないと考えなきゃいけない。そうですよね、だってそんなことをや悠長にやってられませんよね、はい、内閣緊急電話でね、内閣今こんな状況なんで、はい、どんな状況か映像見せろ、映像あるのか、はい、ちょっと映像今から出します、これですか、これ分かりにくいな、だもうでも、もう現場やられてるんですけど、売ってもいいですか、はい、これで判断できんなとか言いそうですね、はい、日本の大臣ね。その足かせになるようなですね、海上保安庁法第20条には海上保安官の足かせになることが書かれていると山田先生は指摘されています。それがこちらです。どうぞ。はい、まあ、笑いたくなるような武器を使用する当該船舶 は軍艦及び各国政府が所有しまたは運航する船舶であって非商業的目的のみに使用されるものを除く、要は軍艦、海上警備艇に対しては武器をすることを禁じられてるんです、はい、ということは要は海警局が来てもこの法をもとに言うと、先ほどの長官の話も悲しくなってきて、じゃあできないじゃないか、そうですね、なるほどね、まあ、中国は海警局が実際には実質的にはもう 軍隊なんですけど、はいはい、あくまで法律上は軍隊ではないということに、はいはい、分けてますよね、はい、だからそうすると日本がそれを売ったら、このいわゆる海上保安庁法令、保安庁令第20条に、はい、抵触するわけですよね。そうですね、はい、さすがにこのままではねまずいと思われたんでしょうかね、うん、2月26日には加藤勝信官房長官がこういう発言をしております。どうぞ。はい、外国公船などが尖閣諸島に上陸目的で領海侵入した場合、海上保安官が相手に危害を加える危害射撃を行えるという発言なんですけれども、山田先生、この発言もこれも上陸目的で領海侵入したってどうやって判断するのか、はい、ということと、まあ、危害射撃自体のですね、まあ、現場でやるのはですね、現場の判断ということになってくるわけなんですけど、はい、その判断をどこの段階でするのかというと、今までの議論通り、またこれも政府に挙げて判断せざるを得なくなる、まあ、確かにいろいろ突っ込みどころ多い発言ですけど、でもある意味、まあ、一歩前進はしてますよね。だって、
あの中国はいわゆるその自分たちの意に沿わぬ国に対しては発砲してもええんだというようなことを1月の20日に、はい、発表したと、はい、それに対してやっぱり日本はやっぱり何か言わないと、はい、まあ、そういう意味ではまだいいですよね、はい、まだバチですよね。あの明らかに向こうが準備をしてきた、うんうん、明らかに準備をしてきた段階ではもう、機外射撃を加えられる準備に入ることはできると、うん、あとはもう5、3、4を待つということになるんだろうと思うんですが、それだけの時間的な余裕があるのかということと、うん、はい、やはりそれに備えた訓練というのが常に必要になってくる、ね、ということになります。しかもね、これだけど実際海上保安官の方の意識と、はい、意識がついていくんですかね、この官房長官の発言について。海上保安官はですね、そもそも主たる業務というのは人命救助であったり救難であっても、はい、うん、むしろ自然と戦うことに対しては非常に訓練を、うん、はい、重ねてきたわけですけど、はいはい、銃撃ということになった時に、人間の相手の、ね、先ほど言いました北朝鮮の工作船事案の時は、3人ほど船長クラスがトラウマになってしまう、もう訓練し銃撃戦に訓練慣れてないんですね。ただあの時は能登沖の時は海上保安庁の船が遅くて途中で脱落しましたよね。奄美大島沖で銃撃した時の、ああ、そっちの方ね、はい、はい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 、2回目の時ね、はい、2回目の時、はいはい、その時は海上警備行動は走ってないんですけど、ね、あ、走ってなかったんですか、はい、はい、その機外射撃なんですけれども、うん、こうなっております。どうぞ、はい、機外射撃が認められるのは死刑または無期長期3年以上の懲役に当たるいわゆる凶悪犯罪の場合ということなんですね。中国人による不法入国と、いやいや、はい、はい、解釈するならば、いやいや、はい、先に文章を読んでしまったんだよね、はい、って言ったんですけど、はい、これはもう明らかに重装してもう撃ちながら入ってきたら対処できるっていうことなんですね。そういうことですよね、はい、つまり、はい、こんなもん現場で、こいつは死刑また、なんですか、こいつは、現場で死刑、もしくは懲役3年以上 の、犯罪を犯してるなんて判断できませんよね、はいはい、そんなやってくる、これはちょっと六方選手見てこいつの行動は、死刑または懲役3年以上に当たる、よし撃てって、まあ、無理ですよね。あ、相手は弾は入ってるかどうかとかですね、持てるかどうか、あれ銃持ってるから、銃実際持てるかどうかそれ分からへんよね。だからもうちょっとシンプルにしないといけないですね。規定としては例えばですけど、はい、まあ、会場、まあ、領海については無害通行権というのは認められてますから、はい、ただ単に通過するだけなら、はい、どんな船舶も自由に航行できるわけですけども、はい、そこで停船したり、その怒りを下ろしたり、あるいは、うん、上陸しようとするようなそのうろうろする行為とか、いうものがあれば、これはまあ違法なんで、はい、それについてはその領海を侵犯する行為として、うん、これについて被害射撃を加えられる、というふうにすればもっと判断シンプルですよね、うん、そうしないとこれ判断できないんじゃないですか、うん、まず判断難しいと、まあ、実際ですね、何にも例えばこれは軍だっていいですけど、もう偽装漁民だったらもう突っ込んできて、はい、でも普通中国人の不法入国だと外国人の不法入国扱いと3年以下の懲役、はい、要は軽微な犯罪になって機外射撃の対象ではない、はいはい、まあ、実際には入ってきたら島占領されて武器持ってた、これ前から言われてますけど、そのもし中国が尖閣に上陸する場合はまあ、いろんなケースがありますけど、まあ、最も考えられるのが偽装漁民による、はい、上陸というのはもう仮定されてますよね、はいはい、大体ね、はい、想像されてますよね、はい、つまり緊急避難、つまり嵐によって、あるいはその船が壊れたんで、はいはい、緊急的にその避難するからに、避難の方法として尖閣上陸するという方法を取るやろうとは言われてますけどね、はいはいはい、グレーゾーンと言われる世界で、まずは漁民を導入して、その次に人民の保護という名目で海警救難軍隊が入って、彼らを助けるというか、はい、それで島を占拠してきたというのがフィリピンなどでもう実際に今まで起こってきたわけなんですが、まあ少なくともこの法律、今までの法律体系ではそれは防ぐことができない、そういうことですね、はい、だからもう偽装漁民がもう、船が壊れた、あるいは水がなくなったからって島に上陸するというのを撃つことはこれ日本の法律上できませんよね、はい、うん、そうですよね、
その上で中国に対応するため日本はどのようにすればよいのかという点なんですが、山田教授のご指摘する、対策はこうです。環境海洋資源を守るという大義名分を持つべきではないかということなんですが、悲しいかなですね、我が国の法律法体系、そして意識というのがまだ力を持って国土を守る、領海を守るというところまで行っていないということと、非常に必要以上に近隣との友好関係というのを重視する中において、我々が今すぐにでもできること、要は上陸の前に領海に入ってくること、あるいは周辺海域で軍事的行動をすることを抑えなければいけない、そのためにすぐできるのは何かと言いますと、まずは環境という言葉を使って、あるいは海洋資源を保護するという言葉を使って、日本だのみならず、アメリカあるいはオーストラリア、今インドも含めて新たな枠組みの中で、もう海を守ってしまうエリアごと、海洋保護という名目で立ち入り禁止にしてしまう、条件を満たした場合のみを、立ち入り禁止以外は立ち入り禁止にしてしまうというような方が取れないのかと、実際にはこれ石原慎太郎知事の頃に東京都が買ったら環境保護の施設までしようと、そして日本人が住んで周りを守っていこうと、それに対して中国が手立ちといったら、やはり世界の敵にすることが、先に手を出したのは中国だという体制を取らなければいけないと思いますので、私は環境の保護の島にして、環境保護、海洋研究の拠点を作ることによって、要は平和に島を管理する方法というのをまずやっていくのが近道じゃないかな。そういう、実際にそういう方法を捉えている国は世界にあるんですか？実はですね、アメリカがブッシュ政権の頃に、ハワイの西側にですね、広大な海洋保護区を作って、いかにアメリカといえども、あまりにも広すぎて、日本の領土より広い海域を守るにあたっては、もう海洋保護区にしてしまって立ち入りを制限すると、入ったらレーダーで見て、そこにすぐ飛行機を飛ばして、もう法を犯したいということで扱ってしまうと、これはアメリカもやってますし、基本的に海洋保護区という名目で海を管理していくという方法は、かなりイギリスでも含めてかなりの国々で始めてます、もう実際にそういうことをやってる国があるわけですよね、それだったら日本やりやすいですね、だから世界の国がまだそういうことをやってないんだったらね、このお前とこは何でもいい、いわゆるその共通の人類共通の海である、そのことをお前のものにするかってなりますけど、実際にそういうことをやってる国があるんなら、これ、国際的にもだからそういう方法は認められてるわけですよね、環境保護という名目でも漁場の保全という名目でも、でも国家が管理する海ですから、それは国家が法と秩序を維持していくということになると、やはり海上保安庁も海上自衛隊も動くことができるということになってきます。だから先ほどおっしゃったそのストレートにね、領土領海を守るんだということになかなかいかないとおっしゃったじゃないですか、だけどもその僕の個人的な感覚としては、なぜそのストレートに領土領海を守ろうという発想でもって法整備ができないのかなっていうのが、やっぱりそこは最大の疑問なんですけどね。そこが私もこの十数年で20年以上悩み続けているところなんですが、明らかにやはり守らなければいけない、やはりこの国海に守られてきたので、その意識というのが、領土意識というのが非常に薄い、あとはですね、世に言うお花畑、あまりにも平和を、与えられた平和を守られてきたために危機感を持っていない、あとは目をつぶってしまうんですね。竹島問題一つ見ても、竹島奪われたまま、もっと言うと北方領土奪われたまま、時間が経ちすぎて、もうロシアは法の憲法改正して領土は割譲渡さないと決めてしまってますし、で竹島も問題もどん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 向こうの武装選挙は進んでいく状態になっていると、ね、やはりこれは国民意識をまたしっかりと持ってもらうことになる、持たなければいけないと。非常に心配なのは、その前に海上保安官が犠牲になら、なる可能性が高いということがあると思います。瀬戸際ですよね。竹島に関してはね、長いことその日本がですね、じゃあ国際裁判でやろう、決着をつけようなんか言うと、韓国はずっとそれ逃げてましたよね。国際司法裁判所ですよね。国際司法裁判所。ところはですね、実際にもしあと20年か30年経って
国際司法裁判所に提出されてその場にもし韓国が 出てた場合、はい、これ20年後30年後負ける可能性あるんですよね。要するにもう実行試合が100年も実行試合してたら、いやこれはあの韓国のもんだろうということがありますから ね、はい、あの法律っていうのはね、僕はまあ法学部ですけど、私もね、はい、もう法学部もう北野先生はもう全然レグレグやっちゃうんですけど、法学部でいろいろ習った中でね、一つやっぱり今でも覚えてるのはへえと思ったのは、 法概念で最もややこしくて難しいのは時効の問題ってなったんですよ、うんうん、はい、まあ今ね殺人罪の時効がなくなったとか、あるいは例えば普通の窃盗の時効でも何年とか決まってますけど、これね国際的に時効を考えるとねすっごく難しいんですよ、うん、やっぱり時効がなければね、時効がなかったら例えば今のイタリア人がローマ帝国の土地みんな返してくれやとなったらね、はい、ほならフランスもドイツもみんな返さなかる、うん、だからほらそんなこと言い出したら、うん、ギリシャ人ギリシャがね、ちょっと待て、ギリシャの土地もともとギリシャのもんやったよ、ローマなんかギリシャの植民地やないけと言い出したらもうえらいことになりますよね。だからもう本当にそういう意味ではね、どっかでやっぱり国際的にも時効っていうのをこちらえないと、ややあの時間をどんどん遡って権利を取る、そうですね、はい、だからそうなってくるとややこしいのは、北方領土にしても竹島にしてもね、ある程度時間を持つと、もう、そうなんですよね、もう取り返せないんですよ、はいはい、だからこそですね、はい、だからこそ尖閣の問題はまだ日本が実効支配していると、はい、だから実効支配しているものを守るんだっていうことで、最近の世論調査ではその尖閣について非常に危機感を覚えているという日本人 その、世論調査では、8割9割の人が危機感を覚えているという状況になっていると思いますね、はい、となればやっぱりストレートにその国土領海を守るんだという方向に行かないといけないね、僕は思うんですけどね、先生おっしゃることもよくわかるんですけど、あの本来やはりもうそれはですね守らなければいけない、うん、はい、本来はあの当然のことながら本来もともと尖閣諸島というのは日本人が開拓して日本人が住んでた島なので、はいはい、また改めて日本人が暮らす、はい、これが一番実行支配にとって人間が暮らすことが何よりも実行支配であって、はい、となると大義名分別は本来人が住めばそれを守る警察も必要ですし、陸上の警察にも自衛隊というのも動きやすい、というところだと思いますけど、あとだから今回海警法はね、あの中国が1月28日に出しました。この海警法の中の中身を見てるとですね、自分たちの国に勝手に人が住んだらそいつを撃つみたいな、そんなこともありましたよね。だからこれ結局その中国は尖閣に日本人がもし入ったら攻撃するぞというそういう含みを持ってますよね。もう明らかにそうなんです。もう宣戦布告なんですよ、はい、いやしかもあの入るどころか今のあるあの尖閣灯台も向こうの法律でいつでも壊しに行くぞと、うん、壊しに行くと言ってますね。すみません、ここでですね、はい、あの視聴者の皆様から山田先生にご質問もいただいておりますので、せっかくですので読ませていただきます。尖閣諸島に行政標識を設置するとニュースになっていましたが、設置することでどれほどの効果があるのでしょうかという40代女性の方からの、はい、ご質問なんですけれども、沖縄県石垣市は尖閣諸島の魚釣島をはじめ各島に新しいあざ名を記した行政標識を設置する方針を決め、今後設置のための上陸申請を国に行うということですというニュースなんですけれども、山本先生これは、はい、あのこれ実は非常に重要なんですね、はい、戦う標識と思われるかもしれないですが、法律でまずは日本の領土であるという決定していたら、それをですね、対外的に工事する、もう原始的な方法ですが、標識を立てる、はい、これ今できるのは日本だけなの、うん、中国側はできない状況にあるので、まずは日本が標識を立てて、それを全世界にここは日本の領土であると、あの本当にあの、アナログな方法かもしれませんが、まずこれをしていくというのは重要なことであると、あのそれをできればもう世界中にもう発信していくことが重要だと。だから海警法は1月20日に中国が海警法を発表したのは、そういうこともさせないぞという脅しも含んでますよね、はいはい、何よりももう立ててしまって、何言ってんの、中国が勝手な法律作ったここは日本のものだろうと、何を勝手なことをしているんだということをもっとどんどん世界に広めていかなければいけないと思います、はあ、
ちなみにふるさと納税で2月末までに集まったおよそ6000万円の寄付の一部を活用して、この行政標識を制作する予定だということです、うん、今後各島に設置するため、いやこれやってほしいね、やってほしいね、決してバカにならないということですね、はい、山さん、あ、やってほしいね、はい、ただね、先ほど山田先生がですね、環境それから海洋資源を守るという大義名を持つべきと、ええ、で今そこに環境ということになってるけど、この今日本の環境大臣が小泉進次郎なんですけど、もうね、もうスプーンをマイスプーンを持つというよりもね、こういう問題をね、ちょっと環境大臣としてはしっかりやってもらいたいね、本当に。ここそ出番ですよね、本当出番ですよ、環境省もね、まさにスプーンをポケットに入れて持ち歩くんじゃ、そういうレベルの話をするなっちゅうのよ、もう。あの環境大臣もですね、はい、衛星からあの環境調査をすると、でもあの小さい虫やですね、あの自然の動物たち、アホウドリでしたっけ、アホウドリ大きくても見えるんですけど、あの尖閣モグラなんてこんなもんですよ、それを分からない、お前ね、希少な生物がいるかも分からないので、それを調べるのにはやはり上陸をしてできれば細かく調査していく必要があると思います、はい、もう一件ご質問がありましてですね、50代男性からなんですが、鳥取と韓国の漁船が衝突しましたが EEZ 内だったということで、韓国の船は打捕しているのでしょうかという、ね、この5番のルースね、うん、はい、ニュース原稿によりますと打捕の文字はないんですが、浜田市沖の日本海で鳥取の漁船と韓国の漁船が衝突しましたが、乗組員10人に怪我はありませんでした。底引き網漁船重宝丸と韓国漁船が衝突したということです。位置確認しストップ指示を出した、回避操作することなく韓国漁船が突っ込んできたと重宝丸の船長は語っているということです。韓国側の漁船にも怪我人はいませんでしたということだけなので、打捕という文字はないんですけれどもね、はい、これなんですけど非常に難しいのは領海内かどうかということで、まず領海でなければですね、相手が漁業していない場合には、はい、打捕しない、でき相手が明らかに漁業しているとこれは EEZ 内での犯罪になりますから、密漁になるわけです、それはできる、ただ本当これは現行犯なんですよ、はいはい、網入れてるとか、はいはい、あるいは取った魚が船上にあったとかいうことのない限りにはなかなか密漁では打捕できないということと、衝突の場合はですね、これ道路の交通事故と一緒で、なかなか10ゼロというのはない、お互いの理由があるとなるとまあとりあえず相手の確認をして一旦帰りなさいということになるんですけど、もう外国船の場合はもうそのまま終わりですから、確かでもなんかルールはあるんですよね、道路の道路みたいなのあるけど、どっちかが忘れましたけど、なんか海どっちかの場合がその角度によって回避せなあかんというルールがあるんですけどね、国際的なルールに基づいて最終的な判断しなければいけないんですが、先ほどの話と一緒で時間がかかる、そうですね、ほんでその船なんかドライブレコーダーとか持ってないから、はい、もう分かりません、お互い言い出したら分かりませんよね、はい、だって、はい、自衛隊